でしょ、外に。飛んでた。うんちが。あ、そういうことね。あ、そういうことね。それが、何が飛んだか。どこが飛ぶわけないもんね。噛まれるから、ケージ変えたって。壊されたから。かわいいですね。体重増えてるんですけど。体重増えてるんだね。あのでもね、やっぱりこの辺ちょっと停滞したりしてたんです。ね、うん、はい。そうね、あの正解ですよ。まあ、大体さ、それぐらいの量で柔らかくなること自体がおかしいんだけど、ね、あのまあ、柔らかかったら止めるべきです。で、ここで止めて1日止めたでしょ、うん、正解。で、またちょっとずつから始めると。別に昨日は全然問題なくなかった。だから、柔らかいにも形がある柔らかさだったら、まあ、またさ、いいんですけどね、また830だからできれば 0.8 か 0.9 にしてみましょうか。を2回、うん、よくらいで。そう、 0.9 は2回だったら全然多くないんです、普通だったら。普通の、うん、だけどこの子さ、多分ちょっとでしょ、少しずつなんですけど、少しずつ柔らかくはなってるけど、まださ、これ胃がさ、だいぶ触れちゃうもんですから、普通じゃないんですよ、胃腸の機能が、うん、たまにやっぱり3つくらい繋がったの出るんですよ。まあでも出てるうちはいいんですよね。だからさ、多分毛じゃなくて、なんかお腹の中に異物があるんだと思いますよ。溜まったまんまで、ね、そうそう、出てくれるといいんだけど。だからそういうのはね、もう根気よく行くしかない。ちょっとずつ、ちょっとずつ、そんな一気は無理だからさ、うん、そんな。で、まあラキサトの幸いいい薬だからさ、うん、あ、そっか、もう一個それと、あと、いや、そうか、今この子ラキサトンだけなんだね。です。もう一つ薬かぶせてもいいです、胃腸の症状を整える薬、うん、はいはい、そうだ、それやってないんだ、それをそれも合わせましょう。はい、ちょっとこっち向いて、はい、歯と歯茎の色見ましょう。おお、ピンク色で、赤みかかったピンク色、歯向きで OK です。ただ、まあ、さっき触ったけど胃はさ、まだちょっとね、4センチぐらいの直径で、やっぱ5分の2段、5段階評価の2ぐらいだね、2か3ぐらい。最初よりはって感じですよね。一番最初ってもっと硬かったですよね。一番最初じゃなくてね、3回目の時はすごい硬かったですよ。5分の4だもんね。まあ、今、まあ、3だね。これ2じゃないな、3だな。これはもう私の主観ですから、はいはい、あのすっごいカチカチを5として、ちょっと触れる程度を1とするとね、1じゃないもんね。やっぱ明らかに触れちゃう。はい、じゃあこっち向いて。今じゃあカチカチ固まっちゃってるね、なんかカチカチな音をしてるんだって。固まってますね。もう人形さんみたいなんですよ、人形さんになってるよね。今日それ初めてだったから、普通にこう今入ったけど、多分次から入っていかない。最初とね、外耳炎の予防薬も入れさせてもらいますね、はい、一滴ね、ポト。連れてくるんだろう。何もできない人。あの、やっぱあの、なんだっけ、しつけの基本、手で食べさせて褒める、うん、名前呼んでアイコンタクトおいで、で最後のクレートトレーニングをこれでやれるという、うん、なかなか難しい。言うのが簡単だけどね、学習してきますよ。で、ここ来た後の別に変わりはない。来た時、あの前ほどもうだいぶ慣れてきたのかな。もう一回やって、すいません、ペリアク1ミリ光線照射をちょっと、最初の時はもっとぐったりしてましたけど、最近はだいぶ慣れてきました、ね、帰って少しして復活して、100の2分でここら辺にたっぷり集めて、はい、固定したっていうから、そういうこと、はい、そういうこと、やっぱ4ヶ月ぐらいでだんだんあれですか、こうちょっと難しい年頃ですか。うーん、どうなんでしょう。まあそうね、ちょっとお家に来てからだって1、2、2ヶ月、3ヶ月近くでしょ、ちょっと慣れてきてるところですよね、うん、結構もう暴れたりそのおとなしいのはもう大体ですね、やんちゃさん順番付けが出てきて家族の中で順番付けてます。この人に甘えると餌くれる、あのおやつくれるよとかっていうのは、あとなんか甘噛みというか、私にはしないけど、ちょいちょい噛まれたり、本気じゃないんだけど、なんか嫌だ、カフォーみたいな、なんかね、そういう、先に言っても
性格全然違いますよね。違います。聞くと周りの飼ってる人とかまた全然違うし。同じ種類でもまた違いますから、ね、この人どうなんでしょうね。だからまた知らないんで、この雑種というかミックスしてるし、あんまりメジャーでも、あの珍しいから、ね、うん、珍しいです。これから増えてくるんでしょうけど、うん、あのライオンのビットっていう種類があるみたいですけど、うん、それにをちっちゃくこうネザーとかけたりっていう、うん、毛もどこまで伸びるかもわかんないですよね、うん、なんかそんなに毛ない気がするから、そうですね、長くはない、うん、次どのぐらいの、もっとさ、そうなんですね。眉毛が少し消えてきた。あ、本当ですか。繋がってない。まだ繋がってるけど。まだちょっと黒いんで。この間もっと真っ黒に。眉毛って感じでしたもんね。噛んでもいいように、なんか見過ごしいうちに、それまた噛むから穴が開いてきてボロボロのうちに。おし、中田さん薬作っていっぱい噛むの、噛んで今またいいですか、もう持てていいから。スキンキだ。薬剤こっちにあるかな。薬剤もう10枚から20枚こっち持っておいてね。ホリ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 、よし、じゃあね、はい、とペリ薬を、あ、作ったら、そしたらね、一回じゃあここに入れましょうか。ここに入れてください。それで一回入れてもらおう。入ったら安全で、はい、安全で。じゃあ